最長目は、原生鳥類の一目である。八つ頭目アプポフォームズとも。かつては、仏法層目に含めるのが主流だったが、分子系統により疎遠なことが分かり、分割された。1990年代のシブリーアルフォークイスト、分類での最長ウーアメブセリティモーフにあたるが、禁煙なために一目とされることが多い。旧大陸に生息する。 ただし基本的に熱帯性であり、温帯に住むのは、八頭一種のみである。原生の下、属、種数は、国際鳥類学会議による。四下十七属七十三種が属す。仏法層目、キツツキメと、姉妹群であり、八頭阿目、アプープス、ウプパエ最長阿目、ブスロウッツの二つの単系統から、なる。かつては、仏法層目に含める説が主流だったが、それにより、 仏法層目は実際には側系統となっていた。仏法層目の中では最長阿目に、もしくは最長阿目と八頭阿目に分けて分類されていた。系統的に内包されるキツツキ目を独立目としつつ、仏法層目を単系統とするため、仏法層目から最長目が分離された。ただし正確にはキツツキ目の系統位置が明らかになる前から、 最長目と八頭目として分離する説はあった。シブリー分類でも同じ措置が取られたが、これは残りの仏法層目と絹羽ネドリ目が姉妹軍だと考えたためである。またシブリーらは最長目と八頭目は姉妹軍と考え、合わせて最長ウーアメブセリティモーフとした。ありがとうございます。